皆さんこんにちは、ゆきです。今回も、いつも動画ご覧いただきありがとうございます。今回ですね、ちょっといつもと違った動画を載せるので、本当に関係ない、すごく限られた方だけに向けての動画となります。となら、ま、合わせて私の、個人的な記録でもあるので、興味ある方ご覧いただけると嬉しいです。トピックなんですけども、私立矯正についてのお話となります。実はですね、ちょうど矯正を始めて今年の5月で2年になります。で、今ちょうどつけてるんですけど、私の矯正がインビザラインというもので、マウスピースをつけて、歯にはめて矯正するタイプとなります。という、こんなやつです。はい。これを、数ヶ月分バーって回って、2、3ヶ月ごとに歯医者さんに行って、今は1週間おきで変えるんですけど、長い時は2週間だったりだとか、そういった、まあ、ペースでつけて外してってやっています。で、大体費用が70万から80万ぐらいでしたね、私の言っているところは。で、3件回って1件インビザラインでは無理だよって言われて、もう1件はワイヤー専門にやってるので、そもそも選択肢がなくて、で3つ目が、今のところになるんですけど、まあ、そこはインビザ可能ですって言われて、なんでインビザラインにしたかっていうと、私別にワイヤーでも良かったんですけど、仕事のこととかいろいろ合わせて、私の条件に合うのが一番、ぴったりだったのがインビザラインだったっていうだけですね。なので、用途と、あと手間とか、で、歯医者に通う頻度とか、そういうのを全て話した上で、で、いい歯医者さんがあったら、そこに合わせて決めてみられるのがいいかと思います。で、私の場合、顎が小さいので、顎の拡張するための、なんか舌下装置みたいなのを、こう、ネジで巻くと、こう、顎が広がっていく装置をつけてたんですね。で、それをつけて、3ヶ月ほど顎を大きくして、で、矯正を始める。で、もともとのこの顎の形が U の字じゃなくて V になってるから、 V だとそのなんかね、普通綺麗にみんな U の字になるじゃないですか。それが私が V だから、そのためにちょっとそれを広げてあげた方がいいんじゃないかっていうことで、その装置をつけていました。それがだいたい3ヶ月ぐらいして、で、マウスピースが送られてきて、それを今はめ出して、ちょうど次の5月で2年となります。はい。で、マウスピースのメリットは、やっぱりそれほど目立たないっていうのと、取り外しが可能なので、衛生的に直接やっぱり歯磨きができるっていうのはメリットでかいですね。なんか詰まっても、取りゃいいし、なんていうんですか、フロスをめっちゃ使うようになりました。で、そこがすごく良かったのと、逆にそれを言うとデメリットで、取れちゃう、自分で取り外しできちゃうから、そのつけるの忘れてちょっと寝落ちしちゃったとか、そういったこともありました。はい。で、推奨されてる時間は22時間装着なんですけど、24時間あるうちの22時間ってことは、2時間分しか食事で取っちゃダメってなるので、だいたい歯医者さんで言われるのは20時間。ただ、外食の多い人だったり、あとは、私みたいに昨年結構旅行に行ったので、旅行行ってる最中はどうしてもやっぱり、取る時が多かったですね。なので、私も最初の、終わる予定が去年の夏だったんですけど、今は約1年ぐらい伸びてます。まあ仕方ない。で、そんなわけで、ちょうど2年になってたんですけど、ちょうど私のこのビデオを始めたベトナムの時の動画見てもらったらわかるんですけど、結構
歯並びが違っています今と。でやっぱりそうやってだんだん動いていってるのが動画でも残ってるので嬉しいなと思って、まあ、この記録もしておこうと思って今回このビデオを作ることにしました。はい、で困った点とかは、そうです、水しか飲めないので、結構お茶もコーヒーも好きなんですけど色素沈着してしまうのでどうしてもやっぱ水オンリーになってしまうのでこまめにデスクとかではなるべく水というか、まあ、茶湯を飲むようにしていました。でもねやっぱコーヒー飲んで集中したい時とかあるんでそういう時はもう取っちゃって飲んではめるみたいな、取って飲ん で水で口ちょっとゆすいではめるみたいな感じでした。そういう、まあ、お仕事がちょっと忙しくて煮詰まった時とかはそういう風にしていました。あとは発音がやっぱりつけてるので、まあこれは自分的な考えです。発音が悪くなってる、ろれつが回らなくなってるなっていうのを、ちょっと舌足らずみたいな話し方になってるなっていうのを感じる時はありました。それはなんでかっていうと、なんかやっぱり仕事でものすごく英語と日本語を同じぐらい話す機会があるんですけども、ただでさえ私日本人でネイティブでもないし発音もそんなに綺麗じゃないのに、取っちゃうとやっぱりアメリカ人の上司によく「あ?」って「何言ってんの?」ってよく言われてたので、それが嫌で、これのせいじゃないかもしれないんだけど、なんか大事な会議があったり、ちょっとここではちょっと自分の意見をちゃんと話したいなっていう時は撮ってましたね。その方が気にならない、もう邪魔されたくなかったんで。はい、それも自分の意識の問題かもしれない。でなのでまあそれくらいかな、仕事で気になるのは。あとはまあ会社の部署的にちょっと食べたり飲んだりとかそういうのもある職場だったので、やっぱり取らなきゃいけない。その後そのままデスクワークに入っちゃうとやっぱついつい忘れるじゃないけど、没頭して取っちゃう、なんか煩わしくなって取っちゃうっていう時もありました。はい、まあそれでちゃんとつけてますかって言われた先にあ、ちゃんとつけてないなーって自己申告してました。結構取れてますみたいな。でそれで毎回行くたんびにちょっと心を戒めて、あ、今度はちゃんとつけないとって思ってやるんですけど、はい。で痛みなんですけど、まあ結構頭痛持ちでもともとで、季節の変わり目だとかで、結構あとは女性特有の月一の時とかは頭痛くなっちゃうんですけど、それとこれの交換日が重なった日はもう最悪でしたね。絶対頭痛くなる、まあ、ちょっとこう締め付けられている感じで、まあ、それでちょっと痛くて取ってる時もありましたね。そういう時はでも休んでゆっくりして、なるべく何もあまり食べないようにもしてました。で矯正するとはめてる時間長いから、食べると硬くて顎が痛かったりするから痩せるっていう話があるんですけど、それはもう全然なかったです。むしろポクポクポクしてきました。でただその今その噛み合わせを合わせるためとか、あとこのとフィットさせるためにこういう注意っていうものを噛むんですね。こうやってこれでマウスピースをよりフィットさせるんですけど、もうこれを1日10分ぐらいやるんですね。それとそれでここがすごくなんか食いしばるので、あ、ここがエラが張ってこないかなと思って、それが心配でいつもこうやってほぐしてました。あとこのほうれい線もこうやって押して、なるべく顔の筋肉が凝り固まらないようにはしてました。なのでこれ結構こまめにやってるおかげか、この間行ったフェイシャルのお姉さんには
大丈夫だよって、固まってないよって言われましたね。それぐらいかな。まあでもやっぱりあんなに人前で歯を出して笑ったり写真撮るのが嫌いだったのに、今こう見せて笑う方がむしろ好きになってきてるので、やっぱ笑顔が増えたなと思います。昔より自分の顔が好きになってきました。はい、なので30代でも、私も30代入ってから始めたので、迷われてる方は全然やってみてください。はい、絶対後悔しないと思うので、で何か質問とかあれば、情報交換できたらなと思います。私はまだ終わってないし、結局これ取り外した後に、リテーナーとかあるのかなとか、そういうことも分かってないので、この経過観察はそのまま続けていきたいと思います。はい、というわけですごく一部の人向けの動画となりましたけども、またいいなと思っていただけたら、ライクボタンお願いします。自尊心上げるのは大事はい、で視聴者登録もしていただけると嬉しいです。またなんかこういうの見たいとかあったら教えてください。はい、ではありがとうございました。